ナドスとヒプノス。何百億という光を超え、何千億という闇を抜けて、やがてたどり着く世界。死後、神に選ばれた者だけが来ることを許されるユートピア。そこをエリシオンという。ここがエリシオン。なんという美しさだ。しかし、アテナは一体どこに。困るな。そんな血生臭いなりで妊婦たちを驚かせては。ここは善人しか来ることのできぬエリシオン。おかげで私の可愛がっている妊婦が怯えて歌を歌わなくなってしまったではないか。お前は。我が名はタナトス。なんだ、その金色の髪と瞳は。お前はスペクターか。スペクターではない。神話の時代よりハーデス様の右腕として仕えてきた最も信頼されている側近の一人だ。側近だとなら話は早い。そのハーデスを追ってここへ来たアテナはどうした。死んだ。死んだだと。今頃は私の兄弟眠りの神フィプノスがハーデス様にその屍を捧げていることだろう。バカな。嘘を言うな。ハーデスはどこだ。バカめ、お前にいちいち答える義務などないわ。コスモが燃えている限り、俺は命を懸けて戦う。私の可愛がっている妊婦が怯えてしまったではないか。ラウンドワン、ファイト。さあ、時に引き道だ。もエリブルプロビダンス。足りない存在が、あの嘆きの壁を通り超次元まで越えて、このエリシオンにたどり着くことはまさに奇跡。教えろ、タナトス。当てれば、さあ、時に引き道だ。このエリシオンは神話の時代から一度たりとも死に埋めたことのない蝶。お前のような戦意とは土足で踏み合わすと死をもってしても償いきれぬ。どうなってもいい。アテナの命は君に変えてもだらけだ。俺は認めん。孤爵の前、孤爵の前、調子に乗るな。さあ、時計氏飯ども。さあ、時計氏飯ども。これは認めん。さあ、時計氏飯ども。さあ、時計氏飯ども。逃げても無駄だ。ペガサス。孤爵の前。さあ、時計氏飯ども。強烈なネタじゃない。
ラウンド2ファイト。エリブルプロビダンス。コシャクの前。コシャクの前。これは認めない。これ以上ハーデス様の近くで騒がれては目障り。これはもはやたとえ転ばが千里一致で汚れて、俺はお前を殺すぞ。俺の邪魔をするな。ペガサスの翼よ。孤色のペンス、お前の体を跡形もなく消し飛ばしてやる。ペガサス、俺にまだ死ねる。まだやるべきことが。会いたい人がいる。ウィナー、負けられない。アテナのためにも。コスモの極みを満たせ。今ので終わりか。何？俺の渾身の剣が効かないとは。あの程度の攻撃でこのタナトスを倒すつもりだったのか。言っておくが、俺は神話の時代よりハーデス様の下で死を司ってきた神なんだ。神と人間の力の差が分かったか。お前は肉体だけでなく精神もズタズタに責めさえなんでから殺してやる。ソラ、地上の様子を拝ませてやろう。行方不明だったお前の姉が見つかったようだぞ。あれは姉さん、聖火姉さん、姉さんが苦しんでいる。さあペガサスよ、地上でお前の姉がもがき苦しんで死ぬのをとくと見届けろ。待て。ほう、もう一匹いたか。お前はフェニックス一騎。地獄の亡者に代わって恨みを晴らしにやってきた。恨みを晴らしに来ただと。地獄の豪華に焼かれて消えろ。パンドラに仇を打ってくれと言われてその気になったか。ラウンド1ファイト。命をもてあそばれた人々の恨みがこもっている。これを今こそ受けろ。それは唯一パンドラへ与えた冥界の参考書。パンドラに叩きを打ってくれと言われて、その気になったか。バカめ、こしゃくの罠。俺は死を司る神。いちいち死んだ奴らに恨みを受ける筋合いはない。残念だ。俺は神など信じるたっては、特にお前のような邪悪な神など絶対に認めない。なっ、こしゃくの罠。およ、大将。こしゃくの罠。ラウンド2ファイト。オヨクテイショ。俺は認めない。オヨクテイショ。俺は認めない。オヨクテイショ。オヨクテイショ。お前は少しはやるようだ。だがこのタナトスを本気にさせたのはまずかったのか。冥王ウィナー、フェニックスは何度でも蘇る。
フェニックスの羽ばたきをもってすればたやすいことだ。神を怒らせたことの報いを思い知るがいい。はあ！うわあ！本来ならお前の五体を粉々に引きちぎって宇宙の果てにばらまいてやるところだ。このエリシオンではそこまでの流血はハーデス様に恐れ多い。だが首だけは引きちぎって地獄の煮えたぎる釜の底へ放り込んでくれるぞ。死ねえ！やめろ！他にもセイントのウジ虫が何匹か迷い込んだようだ。お前もその一人か。だがこんな鎖など何の役に立つか。あっ、チェーンが粉々に。あと何匹だ。お前の他にあと何匹入り込んでいるのか。くらえ、ボタン昇竜派。お前も死にに出てきたようなものだな。お前で最後か。ん？な、何？ダイヤモンドダスト！バカ、俺を凍らしたければ絶対零度の数百倍の陶器が必要なのだぞ。さあこのエリシウンへ潜り込んだセイントはこれで全部。ではお前らウジ虫どもをまとめて地獄へ叩き落としてくれるわ。ん？なんだこの共鳴は。遥か地獄界の彼方から聞こえてくる。この共鳴はまさかゴールドクロス。